小南国際村、湘南国際村とは、神奈川県横須賀市と三浦郡葉山町にまたがる、多目的区画地域及び横須賀市の地名である。1994年に開設。公式ホームページでは、国際的視野に立脚した、学術研究、人材育成、技術交流、文化交流、という相互に関わりの深い機能を集積した21世紀の緑影滞在型の国際交流拠点と名乗っている。地域としては葉山町側では上山口の36ヘクタール、横須賀市側は小南国際村1から3丁目などの152ヘクタールが相当する。三浦半島中央部を縦断する三浦丘陵に位置しており、山林を切り開いて造成された域内は、居住エリア、公共施設エリア、研究・開発施設エリア、サービス施設エリアに分かれており、土地区画整理も行われている。相模湾の向こうに江ノ島や富士山、伊豆半島、伊豆大島を望むことができる。維持・運営。バブル期に長洲一に神奈川県知事の構想によって開発が始まった。しかしバブルが弾け、開発者の三井不動産が開発を断念し、県へ譲渡された。大学や企業の研修所等が立地し、また住宅町が広がっている。当初研究機関等の誘致が計画されていた土地では森を育成する事業が行われている。現在は葉山町が管理する公園の小南国際村グリーンパークは、当初は開発事業者が管理をしていたが、1996年に町に移管された。町では2013年頃では小南国際村グリーンパークの維持に年間500万円程度の予算を計上していた。第一三友が国際村に研修施設開設する際、町と協議し、2007年より5年間で計3000万円を寄付し、グリーンパークの維持管理費として充てられてきた。水道施設も、横須賀市と葉山町に、またがって創設されたため、専用水道が作られた。その後、開発業者などの要望から、2001年に横須賀市に移管された灰水池は、水の広場として開放されていたが、2018年に終了した小南国際村協会株式会社小南国際村協会は、国際村の中心的な宿泊・研修施設である小南国際村センターは1994年開設のほか、村全体を運営する1989年に設立の第三セクター、神奈川県横須賀市葉山町のほか、日本政策投資銀行、他企業団体が出資する。県は2018年時点での25億円の出資金のうち10億円を出資している。協会は2017年度まで3期連続の赤字であり、累積の損失額が約9億円である。さらに設備等の減損を行い、損失約20億円を25億円の出資金で解消することを決定した。協会は2015年度は赤字ながら、17年度には黒字化を見込んでいた。この赤字に関して研修などの利用が伸びなかったことなどが原因と協会は述べている。ご視聴いただきまして大変ありがとうございます。登録よろしくお願いいたします。